年の瀬を迎えた先月28日の東京有明。早朝から大きな人の波が押し寄せました。夏と冬年2回行われているコミックマーケット、通称コミケ。漫画やアニメ、ゲームなどに関するさまざまな作品が並びます。 You think that this is the comic, and then you realize no, there's another one, and then there's more over there, and it just keeps getting bigger, and it was like shocking. 多分もう抜けられないなって思います、一度ハマっちゃったら。本能と煩悩の3日間取り込んで大いに楽しみましょう。冬の開催3日間に集まったのは延べ56万人。なぜここにこれほど多くの人が集うのか、その理由を探りました。日本最大の展示場、東京ビッグサイト。ここで行われるコミケは、自分で作ったものなら基本的に何を売ってもいいフリーマーケットのような場所です。出店料はおよそ1万円。店のスペースは長テーブルの半分、90センチ×45センチです。ここに自分の趣味や思いを込めた作品を詰め込みます。普通のお店では買えないものが買えるっていうところが、はい、魅力で来てます。自分たちの好きなものがやっぱグッズとして同人として出てくるっていうところがやっぱ魅力があって、同じようなものが好きな人とかが集まっているので、やっぱりすごい刺激与えられますね。コミケは40年前、大学の漫画研究会の発表や交流の場として生まれました。自作の漫画や好きな漫画を批評した同人誌を売っていました。現在は漫画や同人誌に限らず、ゲームソフトや CD、DVD、アクセサリーや雑貨まで売られています。店はジャンルごとに集められ毎日変わります。3日間で3万以上の店が出て、売る人買う人合わせて延べ56万人が集まるのです。全部を回ることなど到底できません。お目当ての店だけをなんとか見るのが普通です。毎回辛いことはあるんですよ。寒かったりとか暑かったりとか、列に待たされたりとか、それでも戻ってきちゃうそういうところなんですよ。引力というか、毎年引き込まれるというかね、気がついたら来てる感じですね。なぜ人はコミケに引き寄せられるのか。お待たせいたしました。おはようございます。失礼します。牛丼並卵味噌汁です。失礼します。6年前から毎年コミケに店を出している坂西愛さん、26歳。大学卒業後、就職はせずプロの絵本作家を目指しています。リンゴが大好きな女の子がリンゴを追いかけていくっていうファンタジーです。リンゴリンゴリンゴっていうタイトルの本なんですけど、名前はリンコちゃんって言います。製本は一冊一冊手作り。このサイズだったら自分で作れますし、作って量産して販売するのもそんなにコストがかからないので、豆絵本、小さい絵本を作ることに決めたんです。
たくさんのお客様と触れ合ってとお買い上げいただいたりお話したりすることによって自分の絵本が全国のお客様に買っていただけるっていうのがやっぱり大きな利点ですね。坂西さんの友達2人も売り子として駆けつけました。新刊超作った超作った新刊の僕なんと表紙は全部手が来たよ。この日用意した絵本はおよそ150冊。今回の新作はあのリンゴの絵本です。でもサンプルあるのでお手に取ってご覧ください。お手に取ってご覧くださいませ。今回の新刊です。昨日できた。はい、昨日できました。むしろ今日の朝できた。ありがとうございます。500円になります。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが900円と600円なので1500円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2冊からでも作れます。あ、そう、製本もやってらっしゃる。あ、自家製本なんで、その紙とかそんな高級ではないんですけど。あ、ありがとうございます。出版や広告の関係者など、坂西さんの今後の仕事につながるような出会いもありました。あ、はい、ありがとうございます。今こうバーッと見たらすごく可愛らしいし、本当に絵本とかの時にこうホッとするような絵柄だったんで、あ、な、絶対これはあの人気出そうだなと思って。お疲れ様です。どうですか？見ての通りです。用意したほとんどの絵本を売り切りました。コミケでプロになるきっかけをつかめるといいですね。おや、こちらは出撃せよ東北艦隊。ん？あ、いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。東北の地名が名前になってるよという看護師たちが東北の名所の名産品を紹介してくれますよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。この女の子は軍艦北上を少女に見立てた通称艦娘。これは軍艦が少女になって活躍する若者に人気のゲーム艦隊コレクションのキャラクターです。この雑誌を作ったチームの一人、阿部達也さん、38歳、宮城県在住です。で、ここあたりが大体自分の家があった場所なんですけど、阿部さんは東日本大震災の津波で自宅を失いました。自分の部屋にあふれていたゲームやアニメのコレクションも全て流されました。震災の日、阿部さんが命の次に心配したのがこの愛車。すごいインパクトのある車ですよね。そうですね、自分の自慢の嫁でございます。嫁？はい。このキャラクターがもうずっと好きで。大好きです。なるほど。愛車。地震直後にこの車で避難したそうです。今復興のために自分たちにもできることがあるのではないか。そこで地元の仲間と続けているのがコミケへの出展です。少女のキャラクターで東北をアピールする雑誌を毎回のように出品。大好き東北だったら芋にするしかねえべ。
間になってますね。1つ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら1点で900円でお願いいたします。被災地からのこういう試み、いいね。ありがとうございます。対する思いが少しでも変わってくれれば、それだけでも我々はこの本を作った甲斐があるなと思います。長蛇の列ができているお店がありました。あ、どうぞどうぞ、これ並んでください。あ、いいよ、もうどんどん取って。この店を出しているのはプロの漫画家、畑健二郎さん、39歳。代表作「ハヤテのごとく」は単行本の累計発行部数がおよそ2000万部。テレビのアニメにもなりました。なんだかんだで今は三千院なぎお嬢様の執事をしております。畑さんは週刊誌の連載を抱えながら、同時にコミケに向けた漫画も描いて、毎回のように店を出しています。商業誌ではギャグに力を入れた絵ですが、同人誌では現役の声優が描いた原作で、少しシリアスな作画に挑んでいます。その商業誌だけやってればいいという時代がだいぶ終わってきたのかなっていう気もして、で個人でこうどこまでやれるか、出版社の力を借りずにどこまでやれるか、そういう経験を今度は商業誌の方にこう転化していきたいというか、まあこれから漫画家として10年20年食べていくための糧に、その経験をしていけたらなと思ってやっている感じです。実は漫画を中心にしたイベントで、コミケほどの規模は世界的にも例がありません。来場者のおよそ 2% が外国人です。And this is my second time to Comic Cat, and I'm loving it. I'm getting to meet a lot of my favorite artists and see any type of comic I could ever imagine here, and it's just fantastic. It's really very enjoyable. So, oh, this is like that. I was quite chuffed with that. I think it's quite impressive. なるほど、スミヤミ死神，然后还有那个月刊少女野崎君。还是很热闹，然后一种非常激动的心情，就是很激动。基本上我也觉得就是 Comic 是全日本最，就是我们在做这些同人创作是的圣地，那就是说我们可以找到很多同样喜欢这个作品的同伴。とても楽しいです。全部買いたいです。巨大イベントに成長したコミケには、40年前の第1回からずっと受け継がれてきたポリシーがあります。足合わずゆっくり進んでください。それは店を出す人、買いに来る人が協力して自ら全体の運営も行い、この場を守っていくということです。開催の前日、会場の設営のためにすでに人が集まり始めていました。トラック上で作業される方に関しましては、ヘルメットの着用をお願いいたしております。よっしゃ、それではとりあえず2時まで頑張って作業始めましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ軍手配ります。こうしてボランティアで運営にも関わる人は総勢3000人に上ります。作業のノウハウが代々継承されているため、およそ6000もの長テーブルのセッティングも
わずか1時間で完了。翌朝、無事初日を迎えました。実はコミケでは毎朝自主的に行われている決め事があります。おはようございます。コミックマーケット準備会のものです。見本市と参加登録カード回収に待ってるんですが、準備の方いかがですか。見本作品のチェックです。コミケの規模が拡大し社会の注目が高まる中、ずっと守り続けている慣習です。はい、ありがとうございます。じゃあ本日は一日よろしくお願いします。チェックの担当者が作品の修正や販売の自粛を求めることもあります。新たな作品すべてをチェックした上で3日間で32の修正要請が出ました。本来であれば表現の自由というのを準備会としては最大限で尊重したいんですが、守らなければならない法令というものが必ずあります。準備会としての表現、準備会としての趣旨に、即すものというのを、考えて、必要に応じてこちらの販売停止カードを発行させていただくケースがあります。コミケはまるで闇市だ。たくさん売っている人は売上をきちんと申告しているのかという指摘もあります。ここについても税金の手続きの必要性を全員で毎回共有するように努めています。また急病人などへの対応は医師や看護師の資格を持つ50人が行っています。20年以上救護室を守る開業医、空き時間には会場で気になる作品を探すのが楽しみです。やっぱりね、楽しい遊び場なんです、僕にとってはね。で、遊び場ってのはやっぱり守らないとやっぱりなくなっちゃうじゃないですか。やっぱり好きな人たちの、喜ぶ顔が見たいっていうんですかね、仲間ですから、そういう方々をと一緒にですね、自分の遊びを守りたいというそういう気持ちで毎回参加しています。会場に来る外国人の案内や世話は語学が堪能な15人が行っています。It's coming to an end. People will start changing. Tomorrow, to the day after, we'll meet. ありがとう。ちょうどスペインの方でしたね。コスプレが見たいと、どこで見られるのかという質問の方でした。そうですね、もう15年ぐらいやってます。15年ぐらい。失礼ですけど、今おいくつでいらっしゃる？35です。35歳。もう人生の大事な一部、仲間と一緒にやっている年に2回の晴れの場ですね。やっぱりバトンを渡していくみたいに、僕が先代の方々から受け取ってきたみたいに、また自分たちが作っている場が未来につなげていく。やっぱりコミケットと活動とか同人誌の活動とか漫画で得るいろんな面白い経験っていうのは自分一人のものじゃなくて、やっぱり後に続くみんなにつなげていってもらいたいなという思いがありますので、今この場をやっぱり守っていくためには一生懸命やっていくしかないなと思ってます。無数の作品が並ぶコミケ、キャラクターになりきることで自分自身が作品になってしまうのがコスプレです。ほとんどの人が私服でコミケにやってきてお着替え、作品に生まれ変わります。今日は、コスプレだけしに来ました。もうあれですか、じゃコスプレはどんなこう衣装で、今日は水着に近い衣装になります。なんかのキャラクターなんですか？はい、アニメでやっていた天城ブリリアントパートというののミュースというのをやります。
しい格好なので、その子に合わせて女の子らしいようなこう言動ですとかと動きにしてるようにして、まあ、あのいつもの自分とはちょっとは違いますね。基本的にそうですね、はい、ちゃんと取られるぞっていう気持ちで来てます。こうしたコスプレイヤーは3日間でおよそ2万7000人、来場者の 5% 近くに上ります。やっぱりキャラクターになりきるっていうのはすごく楽しいことですし、もう自分でも気分がとても上がります。他のコスプレイヤーさんもいたり勉強をしたり、それでまた自分のあ、もっとここをこうした方がいいなって、いいところ悪いところを見つけたりするのもコミケの目的です。自分の好きな、キャラになりきってコスプレを楽しむと、世の中みんなあのこんな見て、こんな格好してるの見てイカれとるオタクだと言われますけど、それは間違いと思ってます。私は、人間みんなオタクなんですよ、ね、6年になります。あ、最近はロックマンでやってます。最大の発表の場ですね。やっぱりこのコスプレとかも見てもらわないと作った意味ってそんなにないような気がするんですよね。Japanese style. It's the first time I wear a costume. I don't wear it in France. これはどういうコスプレなんですか？これは第一次世界大戦当時の、またドイツが帝国だった時代のドイツ帝国海軍大佐、これの霊装になります。自分の趣味と好みをすべて、年齢とか社会的地位なんてありませんが、それを忘れてすべて吐き出して怒られない、むしろ歓迎される、よく言えば自己実現、悪く言えば徹底的にバカになれる日、そういう日がやはり年に数日は絶対に欲しいです。そのためにバカになりに来ました。ご覧の通りです。コスプレをした自作の DVD を店で売っている2人組がいました。役者の卵、椿吉さん。コスプレイヤー歴8年。こちらは主婦のかなえさくらさん。コスプレイヤー歴10年。2人がコスプレしているのは全てゲームのキャラクター。皆さんご存知？はい、通るよ。2人はこれまでコミケで販売を手伝ったことはありましたが、自分たちで店を出すのは初めて。かわいいです。本当？培ってきた写真の加工や編集の技術を作品に込めました。あ、いい感じです。できた。できました。イエーイ。ちょっとなんだかんだ言って結構大変だったりとかしますけど、いざ売ってお客さんが、あ、こんな作品あるんだとか、こんなキャラやってるんだって言われると、やってよかったなって思います。買っていただいたり、そうやって交流が生まれるので、コミックマーケットってすごい場所だなと思うので。基盤を作ってらっしゃる。これは工作とアニメを融合したみたいな、まあ、パソコンにちょっとつなげると、ここから音楽を再生したりとかです。これをお持ち帰りいただいて、それで、まあ、お時間がある時に正月とかのんびり撮りていただけたらなと思います。それでは、時間がある時にのんびり撮りてみてください。これがまあ一応サンプル品になるんですけれども、こんな感じでひらめきで解けるような謎っていうのをいくつか詰めたのが、この本日の封筒に詰めております。
初めは日本語字幕が本当にうまくて見たいと思っても字幕がないと内容もわからなくて本語だけが本当に仲良い見せもらって、字幕も字幕も字幕を聞いてもらえればすると思います。本州出身で縁あって四国にこもっている人がいます。そこはとあるお寺。高速一斉再生生生官に生法生生高速一斉優生生生。住職のセミマル P さん41歳です。漫画の蔵書は毎月50冊ずつ増加。今全部で何冊あるのか本人にも分かりません。本業の傍らインターネットの動画サイトで仏教の教えを伝える作品を発表。またネット上でライブの説法を行っています。ちょっとでもこれが周りに行きます、行き渡りますように。超漫画好きの僧侶として漫画ランキングの投票者にも選ばれています。その一方で仲間と雑誌を作って年に1回冬のコミケに出るのが恒例です。普段がまあ四国のね、こんなところに引っ込んでるわけですから、そういうふうにまあ実際に会えるっていうのは非常に喜ばしいことではありますけどもね。うちはもう年に一度のご挨拶。普段はネットでしか会えない異色の僧侶に年に一度コミケの場でなら会える。中にはお土産を持ってくる人も。ありがとうございます。こちらよろしければ。ありがとうございます。頂戴いたします。はい、どうぞ。はい、そちらどうもお呼ばれでございました。はい、よろしくお願いします。はい、ネットを超えたつながりの場を求めてコミケに店を出す人がいます。高校2年生の千代さん16歳です。千代さんはゲームを作るソフトを使ってオリジナルのロールプレイングゲームを開発しました。ある館に迷い込んだ少年がそこで起きる事件の謎を解いていくストーリー。千代さんがゲームをネット上で公開したところ5万回以上ダウンロードされました。声の大きさ大丈夫？ちょっと小さいかも。ちょっと調整するね。はい、PSD でも出力して。ゲーム作りはいとこの19歳の専門学校生との共同作業。わざと使ってない、使わない表情を作った。いとこは絵を担当。千代さんは音楽とストーリーを作りました。私たちはもともとパソコン上で活動しているサークルなので、誰がゲームをプレイしたのかわからないっていうのが、あ、じゃあコミケに参加すれば人はいっぱい来るし、もしかしたら私たちのゲームが好きな人が会いに来てくれて、しゃべりに来てくれて一緒に楽しくお話ができるかもしれないっていうので、もともとは私たちの作ったゲームのファンの方と会うために出展してみようと思いました。店で売るのはゲームのキャラクターの缶バッジやトートバッグなどのオリジナルグッズ。
千代さんたちのゲームをしている人が本当に来てくれるのか。お、いきなり。ところが、お金をもらい損ねそうになるっていうハプニングがありましたけど、第1号のお客さんが早速来てくれてありがたいです。ありがたかったね。こちらの中学生たちは千代さんのゲームの大ファン。貯めたお小遣いで合計5000円以上のグッズを購入しました。ブランケット、あとバッチね。サインを求められることも。じゃあ、なんかやってください。いつもツイッターでもありがとうございます。楽しかったし、やっぱりゲームなんかプレイして面白かったですって言葉が生に聞けたのが良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。コミックマーケット、通称コミケ。なぜこの場所に50万を超える人が集まるのか。言い方は悪いんですが、下手くそだったりとか、少し表現が下手くそ、うまくなかったりしても、こうやって出して熱を伝えることができるっていう場は素敵だと思います。日々の生活の中で時間とかお金を使って好きで作ったものっていうのを見たりとか買ったりってするのがすごく楽しいんで、なんかもう本当にみんなの遊び場。来て熱気に、ね、感じられれば、まあ、そんだけでちょっと元気になれるかなと。こんだけ同好の人いるんだなっていう、あ、まあ、一種の、同窓会みたいなもんですよね。全てが終わった会場で撤収作業が進められている頃、外ではこれで現実に戻ると掲げている人がいました。そう、もしかしたらみんなここでいい夢を見ていたのかもしれませんね。